今回はですね、煮干し好き必見、とんでもない煮干しのラーメンを見つけたのでご紹介させていただきます。長野県佐久市文蔵のレギュラーメニューなんですけれどもね、とてつもない煮干しラーメンがありました。ちなみに文蔵はね、信州ラーメン四天王の一角となっております。佐久市でも人気のお店ですね。メニューはこんな感じです。家系の上を行くと豚骨のスープが自慢となります。まあ、かなり濃厚なラーメンですね。癖はかなり強いですけどね、リピーター続出ということでめちゃくちゃ人気になっておりますが、限定もちょこちょこ出ますね。26日は豚そばの日と。さあこちらがね、文蔵が煮干し豚骨、ど豚骨プラス煮干しでインパクト特大。金の餃子とかね、唐揚げのサイドも見逃せませんけど、さあどうするか。まあ、とりあえずはこのガツン煮干し豚骨です。見た目からはそんなに煮干しは感じられないんですけれども、結構ドロドロそうなスープですね。香りは完全に煮干しの香りです。超濃度の豚骨スープに超濃厚な煮干し、すさまじい濃さです。もう煮干しの旨味がギュッと詰まった感じですね。これは麺にしっかり絡みます。これね、相当な煮干し好きじゃないと食べれないかもしれないです。旨味から苦味から全部混じってますんで。具材ではね、チャーシューが美味しいですね。でももはや煮干し味のチャーシューとなります。卵もとろっと半熟ですね。ですがこちらも煮干し味となっております。完全に煮干し染められてるな。そして文蔵のラーメンはニンニクがねものすごく合うんですけれども、まあ家系なんでね、それすら凌駕する煮干しということでね、どれだけ煮干しが強いんだっていう話ですけれども、この唐辛子入れても美味しいですよ。辛さアップ。豚骨に漬け込んで生姜を効かせた唐揚げ、こちらもね美味しいんですよ。揚げたてジューシーで最高です。味がめちゃめちゃ濃い。これはね、餃子にしようがこの唐揚げにしようか毎回悩むところではありますね。さあ今回紹介させていただいた煮干し豚骨、煮干し好きな方のみ食べてみてください。自分はかなり気に入りましたが、かなり癖のあるラーメンとなっております。はい、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。